しい。あんよ、わじょ。突然ですが男性の皆さん10万円のカードあげるので、って見せてもらってもいいですか？っていう広告見たことある？カービィやろ。そうだね。戻ると何かあるらしい。やっぱエンドコンテンツあるよねー。おや、すべてのステージをゴールドね。プラチナじゃなくてよかったー。でも能力さえ整えば難しくはないからな。ここはボス戦だけね。技の最大値も上がったな。最大値結構上がっとる。マホロアストームとイカサマ来たぞ。必殺技の回転良くなるの。これでだいぶボス戦短縮できそう。サイコクラッシャー、サイコクラ、サイコクラッシャー。キャンセル。ちだーい。無敵でコンボ数死ぬほど上がるし。いいなーこの技。私も使えるようになりたいな。もわー。待ってー。できてるよ。今すっごい習得できてるよ。これこのまま回転技いけるよ。あれなんだかつるんて感になって帰ってきた。所属はちくわぶで。なんて綺麗なことを言うんだ。そっちがブラックホールで来るなら、こちらもブラックホールで倒してやるぜ。待ってよ。何普通なこと言ってるんですか。人洗いされて綺麗になってるんじゃないよ。そうなってるの。待って待てやめてよ。何普通のこと言ってるんだよ。ダメだよ。よし、次は3年のボス。そどうすればマリサを元に戻せる。レイムさん、業務、妙案ありか。全く同じネタを12万人記念の時にやってる。あれしまったー。昔の話だから忘れてたわー。マリサ正気を取り戻せー。ああ戻った。クソガキはしすべし。悪化している。おーしゃー、2回目なんだけどさ、ふぐ、意外とパターン発しやすいかもって。あれあんなにヒーヒーの玉割ってたのに。あ、ほばー、しまったー。ヒーヒーの玉割れ。マコロアンダーシュ。よえー。おーっとー、あれ？あ、まだ開いてない場所あったんだ。エクストラステージあったかー。やりますかー。そういえばこの全体マップの左端で謎スイッチをしたじゃん。足場にいって出てきたやつ。あれ隠しのスイッチだって情報多数来てたよ。いやだってスイッチらしいスイッチ一つも押してないよ。どこにどう出てくんのさ。アンディー・ウォーマリサ、こんなんなかったって。こんな雑に囲まれて出てくるのは想定してなかった。これは完全にボーナスステージ？価値確定の BGM かかってるしそうかと。あ、待ってただのボーナスじゃないな、ちょいムズだ。はいはいタイミングよくね。任せるんだって。任せるんだって。任せるんだって。はいはい知っていた知ってた。オッケーオッケーオッケー。もういける。いいえ、しょら。おぉ。そこは外すところやな。これは、これごめん外すところだったな。ここは外してどっかんでしょうや。あー、これは、ちっちゃい。春部屋だったー。マコロアにもあったか。ここでも綺麗にしてますよ。なんか春剣としてちゃんと祝福されてるみたいで嬉しい。わかりみー。一回で全部いけるかな。あ、全然だわ。すごい小さかった。もっと小さかった。無益に人を傷つける。ほいじゃエクストラ、行ってみますか。体持ち。しましょうか。よいしょ。ほら数字も春をもじってる。うしゃーな。おーしゃ行くぞマコロア。できればノーミスで行っちゃいたいところ。このコースは一本かな。しんどい系かしら。扇風機回して扇風機。的確に必殺吐いていかないと壁が普通にめちゃくちゃ速いよ。大回転マダン必須だな。もしかしてこの敵の密度スコアもうまうまな気がしてきた。これ後々の稼ぎでは。ビリビタリ待ったなし。必殺薬置いてあるってことはこここのまま流れでボンだろ。おお。わっかたでどっちに勝っておくな。は？なんであいつ外したわみたいな顔してんの？おーっとステージに持ち行く。うわー難易度高いとこのやつ。ミスったい空間チャレンジの道が続きますね。こういう往年の難しめステージマホロアでもやらされると上がるでー。ここを壊して力の薬出てくるから打ち取っポイント。この辺かな。ああ危ない危ないよ。今度はステージ3がモチーフだね。大助かり猫のサイコクラッシャー。角度にだいぶ自由つくの。よっき斜めだろうがなんだろうがよ。次は4ステージのやつ。鍵キャリーしていって早く帰ってこよら。投げいってかてんこ盛りだなこのステージだけで。何個かに分かれるより勢いあって楽しいわいな。ああここも突進とかのが良かったかね。ホバリングがふわっふわなのが逆にしんどい。下技の出が早すぎるから問題ねー。コンボ気持ちいいポイントね。ブロック破壊も換算されるから壊す意味があっていいわ。これステージ5かな。そうだなめっちゃ狙うやつ。こってここ来た。あ冷静に声がでっかい。はーい。よいしょ、よいしょ、待ってこれは危ないな。これは危ないな。これは危ないな。ま、10、0かな。どっちを10としての私。元気。ここからね。ねえ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 。あれ間に合う。開いて間を見よう。なんて夢を見たような気がするのぜ。そう、ちょっと勢い任せが辛くなってきたな。ぶっぶー、ぶぶ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 ぶ。塔の頂上だ。幻聴かい？わー。おー、やめだー。シンパニーとか使われてる楽曲が好き。間違って動画10秒進めたみたいな話題の切り替え方やめろ。これプラチナのボーダーすっげー高かったらどうしよう。最終ステージだからありよりもありよ。ステージ6来たぞ。わぼー。特徴なわぼー。あとで割ってあげるから。まだ PS5 くらいないもん。まー、まー、あるやつ。これもう最後かな。これデンジャラスなんたらでしょ。ここでしまいじゃないかな。絶対突破してきたら8割潰されるやつ。ギリッギリのライン調整してるよな。あー、怖いからひよっとこ。むやみ突進事故のもと。今の選択を目がたけ。冗談抜きで休む箇所がないやい。まだだ。早く走りすぎたら危ない場所。撃たなきゃ。タイミングよ間違ったまこよ。危ない。はい。手足感覚で言うこと聞く。あそこリカバーできんの。大体全部の技キャンセルできんのもうゼコだろ。無敵ダッシュなかったらしんどか。あ、どうもこんにちは。チャンネル登録者さん。あ、はいどうも。知ってる大砲。いやー知らないかも。でも普通に来たし。あれかなステージ1のかな。じゃないの。今更だけどデデデの時の曲。およ絶対ゴールだわ。隠し星に入った時のやつだ。おーおーわかれねー。名前だよ。魔王6。刀子みたいな間違え方すんな。いやー、やりましたね。ここまで来たんですわ。全部で86ヒットだよ。おわーしゃー。
あ、全然いけましたよっと。これ行こう。マホロアの能力マックスまで上げちゃう。あれ？そうか、今ので最後か。全然意識してなかったじゃないか。これでマホロアエピでできる進捗パーセント増やせることはないのかな。なあ、このステージがもしかして一番稼げる？入る前2893だったからかなり良い。エクストラ分回しか。というわけで、めちゃくちゃ回したぞ。まあね、ビビリネタあれか。我々は化け物を作り上げてしまったのかもしれない。取り戻すから鍛えるになってた気がする。あれ、ここの文章変わった。え、ほんと変わっとる。生まれ変わったような旅人マホロア、友達のためにその力を使う時が来るかも来ないかも。いやーふやー。じゃああれやりますか。決着つけに行こう。マイマイマホロクランド。あ、何もかもよ。そこで私気がついたんだけど、やっぱモニターモードでやるとラグで結構結果が変わるから、携帯機モードで挑もうと思う。録画できないけど、まあこればかりは。じゃあ早速行くぞ。急に編集減った。はい、マリサさん。はい。ミッションを全てできたタイミングで、モニター録画に切り替えようとしていたのに。換気は待って、録画忘れたアホはどこのドイツですか？すいませんでした。あれ？私らエクストラやってないけど。不思議ね。まだ何も言ってないんだが。しまった。マホロアやってる間にやってたの。いや、まあまあ同じステージが続くからそれはええわ。ラグアレドクリアの瞬間は録画しろよ。もう本当に大変すぎて、モニターに接続するやつに差し込むのすらも忘れて。もう諦めようかなって。ツアーでの刹那とギガトントラリーと図書館とオチオチが地獄で。もうほぼ半分じゃんか。最後のマホロアのお面つけて勝てそうなゲーム出るまで抽選ガチャ。それをバッチリスクショでは収めたのがこれ。最悪だよ、スクショだけは覚えてるのが。本当にモニターに映すのすら抜けてるじゃんか。で、これもうモニターに入れるの諦めて取ったやつね。上にパンしてくやつ。で、すいません、言葉での補足になっちゃうんですが、マホロア曰く。いろんなとこに行って昔のゲームとかやって、今風にアレンジしたんだよ。いつでもここにいるから遊びに来てね。ってちょっと思い出しただけで、類線に来るセリフ言ってくれて。まあ、取ってなかったんですけどね。そう。この状態が今の採掘の進捗なのかな。あとは一番問題で楽しみにしてたやつ。行きますか。わーおー、おい、何このクソかっこいいアレンジ。デンジャラスディナーは一生こすられろ。わー、もう本当に終わりな感じ。リロー、ここからファイナルスターまで。見事。これすいません、今作自己最高曲です。もう絶対これかっちょー。よし、それじゃあデラックスの要素は入れたいから、ストックアイテムは使っていいことにしよう。ショップはどっちもいるしね。一回で行こうなんて考えない。ちなみにどの能力ですか？もう決めてます。シリーズ始めた時から決めてます。姉さんとでは？いやーおまあ、絶対、無敵技ないとクリアできないんですかってなるやん。出た、ディスカビの時にもあった生きづらい脅迫観念。それ誰にも言われないからね。複数でやったらもうこれよ。言われないから絶対。お、大、で、すずり。行くぞ、ボス戦での機動力が不安だ。あー、メニュー画面。まずは中ボスラッシュだ。まあまあこの辺は、ババ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 、キーッツ。うわあ、あ、そうだ、ゴッドフィンガー両手あったな。座ったる、この2体。何にも言葉選ばなかったな。プピアクサクサクサだな、これ。今頃タイムスタンプでクサクサクサマリレア。ここ中ためたま、ぶち抜き当てってら。この感覚、馴染む。幾度訪れただろうか。あれ、いざ役真っ赤か。入れちゃダメな時に入れたんだよ。この炎弾が思ったより伸びないんだよな。でも威力の安定感は達成。武器が空中だと爆破度だが、この大ジャンプは合わせて、これ両方フィンガーでさ。リズムよく指はキワッするゲームに。欲を言えばこの技もう少し威力出ればよかった。最後は踏み込み長いから離れて、座薬もう完璧か。マリサ、入れちゃダメな時の座薬って。いいよ、今。何を飲んだらこの葉っぱになるんだろ。マシンガンこれいいかも。はいはい、陛下陛下、環境破壊は、気持ちいいぞ。やる気ないなら帰れ。何帰ってるんだ。出た、めんどくさいタイプのコモン。自己被弾だけは気をつけたい。電気パンチが意外と伸びなくてな。やむにいい。そんなバックあるかい。嫌だな。あ、もうすっごい微妙に抜け切らない大きさ嫌だわ。この時は電気マッサージ上に流し込んでこよう。食べとくか。カビちゃん食った食った。シャアのやつだし食べとこう。来たな。見せてもらおうか。とりあえずガビ打ってマシンガンがかなり有効だと思うんだがどうだろうか。あ、でも投石ぶっ潰しできるし、漫画でよく見る剣で弾弾くやつ一つもできてないし、全部顔面から食らうやつあるかよ。あんなに食ってチャージ速1までの突進が使うの不安すぎる。でかミサイルミスクだったよな。ここの4時4時かわいい。阻止はできないから回避の方向で、あとはもう画面外でも撃ちまくって、うおーおーあーあーああ、ここ突っ張ればよかった。向こうも接触したくないのかな。この距離は近いわよ。回避、危ない危ない危ない。デンストラープ、おば気をつけて。無事してー、ジャッジ勝ってー。今じゃ綺麗に決まり申した。こいつほんと局者が当たらないよな。このゴムノの時はしゃがみだからこれでいいでしょ。はい、向かい族王だったれー。カリフォルニア、カリフォルニアの人だ。なるべく引っ張れ。もうダッパー滑る。いいね、ちゃごっそりだ。あまりっかー、毒れるくらいごっそりだ。最初のボケの伏線回収ってこと。ダッチすげー。当てれー。ほっさくたどうのくし。無理やり無敵抜けー。このわぶちの前髪チュルチュルしたいよね。チュルチュル。麺類や同時が可愛くなべた僕だね。いや、そうだね。私もこれから麺類のことチュルチュルって言うね。今日より何食べる？家系ラーメンバーか。厄介なの来た？でも体力はそこまで。確か意味も属性でダメージの違いあったよな。あったかも。氷に炎、下に炎、水に電気ダメージ通りやすい敵なの。一番厄介なコースに炎弾有効。あー、効いてるくない？属性弱点ありか。絶対局者相性いい。これはよろしいぜ。あーまあ難しい思ったけど意外と器用で、正直ダメだと思った。ダメだと思いながらやるな。勇気つけられたわ。はい、いや、局者あるから。色子は、バトルウィンドウズのドラゴンの壁もさ、ガード削りが痛いんだ。海外と持ってかれる。上には強いんです。
なるべくクラウン持ちに打てればダメージアップよ。あとはうまいこと、あっち斜め打ちあるのね。もややらだ。グミに右に来たぞ。問題児どもが、ちょっとノウハウを、カービィでのノウハウを覚えれば、まあとりあえず浮いてる系には、この闇金粉が超有仕様なんだ。だいぶ足制限されるね。ああ、あの日下もカバーあるんかい。ダメだ。ダメなの。マコロアが入ってすぎてゴリ押ししかしてないからパターンを覚えれてない。あいつ本当に空間行ったりガード削りもないだし。あ、待ってよ。いや悔しい。明らかに経験値不足出た。あ、本当にまずいやつだ。ごめん、カギちゃん。ああ、すまー。もう、これはあれしますか。おーい、もう結果も即飛ばしちゃうやつやん。ほんと悔しい。ちょっとマコロアと武者修行ってくる。完全に伝わった。あとはアーマー自体に慣れさえすれば。へぇ、あーんよは上手。あーんよは上手。ああ、それ見たことあるん。私ない間に何してんだよ。お、この子は悪くないの。怪我をしているだけで、カビに取り憑かれたか。動画に連れてっていいか許可もらったんです。私がいない間にどこまでやってんだよ。はぁ、疲れた。さっきと状況が変わってねー。経験値は違いますから。てか、あと11人もいるのか。もうやるしかねー。わかったことがある。金粉の闇は爆発するとき以外判定なかった。危ないのね。プレッシャーね。ここは弾跳ね返しちゃう。かぁ、タゲ分散するの嫌だ。けど局長よ。それだけでご飯1杯はいける。現実的おかわり。第2形態でも、金粉に焦らなければよい。あー、アップね。こんな技あったっけ。バニッシュデスで大暴れしてたから知らなかった。ブラックホールはカービィならなんとかなれ。お願い、緊急回避連打。なんとかなった。危ねえ、なんとかなったわ。よし、あと10戦。カビちゃんだとどうだろう、こいつは。瞬間移動に細かく対応やな。霊夢見てミークルで、ほらわしょーい、はにょう。ウェイン、距離感むずいよー。うわっはー、危ない。もう動かないで、ギヒ。あと9体、エレトリックね、エレトリック。言うて魔法エピでの最初のボスだから、ほんの少し体力柔らかめー。マリ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 、やめろ、焦らせるな。危ない危ないよー。あーわわわー、ケツがあーあー。二人バーカメ蛇出したのが灰にゃー。まあ、意外と普通な、ボス。イオシアと8体で、はちゃめちゃなやつじゃんか。あ、いや、これが意外と、一つ一つ見てれば対応全然できるんですよ、これが。魔法エピボス基本的に打った後広がるだから、それ意識すればそこまでだわ。おー、危なー。8の字突進ね。これはもう逃げで、こやつ無敵アタックばっかりよ。奥で下通ってったら、次下来る。上なら上、練習してよかった。見どころねえぞー。あーら、全然苦戦しなかった。むむむい、めちゃくちゃ苦手そう。空中なら炎ポンポン、技一つ一つが結構でかいから余裕持って。炎でも水って消せるんだ。この低さならガッチハセーカージビーム入るな。本当にマコロアが強すぎて気にしてなかったけど、こいついちいち攻撃でかいね。その分大振りで助かりだわ。足くじった。やばー。もう一番異性のもらっとる。ここで気持ちに出したらダメさね。あやういあやうい。変な方に飛ばさないでお願い。ああ、怖い。帰ったら早急にトマトムシャロ。練習してねウェイ。普通の間では初期 PV で有名なあのっていう感じのじゃん。待てよ意外と。あれ、アーマーと相性激烈に良き。これだってしゃがんで撃ってればいいし、もしかしてもしかします。あ、全然もしかしますねー。まだなんかありそうでは。こっち本番だった。まずいですね。うわー、ここで行って。やっぱ思ったより接触範囲広いのが怖いよね。ボインボインすんのやめろ。ありましたわ。ライターなわけあるか。ところ入ればよかった。恋事を処理。全体的に飛び抜けて強いってよりまちまちな被弾が積み重なるのがきついよね。忘れてた。そうだ、これもだよ。あとは腹の中のトマトだけになりました。私こっちの塗装のが好きよ。わかるー。苦戦しなかったからカットで。メリーわーどうわー来たわね。マコロアだ。お、待てよ、火の玉のエジプトポジションでは。来たよ、後半に爆破ド来てるよ。これ魔法玉に合わせてボンだ。いいって。いや、いけるいける。あー、よかった、ここ苦戦なさそう。次のターンは奥に行くのが多いから。頭に電気、頭に電気。そこにファイヤー。いい感じで進むね。一人問題児いる。え、これも問題児だけど。大問題児よ。待てよ、出たわーこれー。はぁ、ちょっと被弾少なくできるように。チルド室から出てきたんだ。よし、行くぞ。どういうやつだったかな。おーい、何も気にしてねー。わー、急に止まるなー。あー、こういうやつだった。あれだね、蝶々仮面の眷属なのね。飛ばしてくるんだ。何か以上にソーシャルディスタンスしてくれるのね。他のボスが容赦なく突っ込んでくるのに反してかわしにくくなってるやつね。カッコつけますね。テンション感違うやつね。集まった時ガードは無理やりこじ開ける。おっとい、覚醒モード来たぞ。どこ行くねー。あったなー。初めて来た時ほんと驚いたわ。もともと DS 時代のキャラだっけ。サプライズの擬人化だー。なんだろ、懐かしさが勝つぜー。え、かっこいい。かわせる、これかわせます。なんだろ、なんでこんな懐かしいとか言ったのに懐かしくないんだろ。かわせんのかよ。圧迫した援軍のなんたらへだ。お前さっきから一人でー。すごい昔な感じしなかったんだよ。戦ってたわ、新しめのソフトで。なーにこの技。うわー、びっくりしたー。よし、もうちょい、マシンガンでいいもんかね。ちゃんと足止めて撃てるから良きでは。それもそうだ。突っ込んでったら被弾増えっく。そう、なるべくガード削りもないのが理想だった。ナイスパンチ。なんかこういうの苦戦するかと。メリハリある動きされると逆に対応しやすいやつね。よしよしよし、来たぞー。強かった。け、この樹木？いや、一番弱い。まあ、この時初見殺し食らってたよね。その前のスピアのやつ引きずってただけだから。
ラーナーチャージビームスって相性良くない？でかいネック複数打ってきてたし貫通技は相当通るかと。攻撃自体もかなりわかりやすい方だし、ささっといけちゃうんだな、コリが。よいしょい。カビちゃんの時どうなるか心配だったけど。あ、これは注意だわ。アーマーのホバーってありだからよく見てっし。さあ、真ん中か。で、こいつ気だからこの気持ち通ってる。はい、根っこ束ねちゃったね。いけるよ。おー、入る。まずい思ったより近い。間に合った。もう食らえないぞ。そろそろ、3本抜きはえげつない通りでー。仕込めたな、ここまでー。これマコロアに光にされなかった未来になるのか。物々しすぎる。聞いたことない曲流れてんで。いや、ほんと怖いんだが。これ絶対なんか変わってるって。腹の中のやつ向こうで使うか。じゃあ行くぞ。かっこよ。また会えなに？極地が合う。敵番のロウェルウィスは食い込み続け、力と引き換えに滴る総量を吸い続けた。日がさえ奪うまさに支配の冠だった。今はしきこの悪夢から彼を解き放ち、また手を繋ぎ友達になっちゃう。ねねえ、もしかしてだけど。なんだい。さっきのクラウンカービィで倒しちゃって縁が断ち切れなかった未来とかじゃないよねこれ。え、マジで？だって魔法エピの時光ったのって浄化して断ち切れた演出だよね。カービィの時赤いクラウンの破片落ちてきてないし。やーだもう。マホロはこれ完全に乗っ取られ。なんだい。あ、ダメだ。何かさえ、いや無理だ。ましただったか。長い。やーだもう。早く腹の中トマト。参りましたね。全部変わってますね。いや、ニコニコの長文コメくらい早くない？あ、でも早いのは最初だけが怖い感じだ。これは分かればなんとか。え、こっち？これ足場減らしでは？あ、ほんとだ。かわしにくい。やめてー。これタイミングでゴッドフィンガーでしょ。そうだな、それだ。え、次次次はなんだ？デカビーム。え、これだいぶでっかいわ。違うわ。んなもんわかるかバカタレー。両端ブラックホールって。あだあだあだだ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 だ。ごめん、ダメージたっけ。だから早い早いって、投げるのも早い。そう、適当に飲み込むか、すっごい危ない。どうしろと、カッターここに来てカッター。ミスカビじゃないんですよ、うまく使えないよ。出た、エピリス君が使ってたやつ。みんな、この空間にビーム出して走らせ続けるやつ。私も使えないな。どこでー、プレッシャー飛べー。これはまだ自らいけます。あー、見てー、お絵かき指だ。ほんとだ、楽しそう。おにぎり。それでいこう、前。どうしよう。こっちに渡るターン少なすぎませんか。間に合わなかった。私心折れそうです。カッターとかとてもじゃないけど。でもなー、ドアッチョ。なんか逆に。燃え上がってきた。ダース能力変えない気だわ。ストックない分さっきより状況悪いし、初見殺し極太ビームはしたね。これしかもデカすぎ、好きさらしじゃないか。だいぶ食らってるねー。食らいすぎ。第2形態あるんだよな。あれ、ここまで来て第2形態ないよ。マリサさん、これないよ。多分倒しきってから何かあるよ。本当に怖いから。デカ真ん中キッコーはこれだって。チャージビーム無理やりこすり当て狙いだな。私の勝ち。知ってた。マコロは、はい。何これ、ない。リンゴ。おい、これ取っていいの？マコロは、マコロは、とここからか。カービィ、僕は君が見られたら、騙されたってるよ、どんとしちゃってさ。何度も君に頼るのは変だけど、もういいや。星のカービィ、早くさ、頭の米、ぶっ壊してよ。そしたらまた、クックック、からかってやるよ。まずいって。嘘だろ。待て待て、余韻、ウルトラ山賊ただおい。ねえ、重いよ。これもう立ちの悪い反転アンチに近いでしょ。愛憎極まれりじゃんか。うち定期的に心の闇とろしないといけない定めでもあるのこれ。やまないとやってられないよ。ウルトラアーマーだ。弾道どこだ。ミスに焦りすぎ。めちゃくちゃ噛んだ。ああ、ちぃ。マコロアのことで頭いっぱいなのだが、それどころじゃないのだが、これ隕石モグラの使い回しだ。ガンダムシードみたいなビーム飛んでくる。ああ、なんだこのぶっといものは。真上もダメか。気圧っぽくない。ビーム、ビームね、はいはい。あ、やばい、そんな手なやつ来た。ミラクルビームかこれ。これ。これしまったかも。ギギギギギギ。レイヤード罠ですか。最悪だ。一番最悪なもらい方した。まず4つ多くないですか。ちょ、まず4年でしょ。ドラゴンの規則性花見どこ。あ、ダメだ、今のじゃ見えなかった。まだバリエーション。終わったわ。諦めんなー。あ、ダメだこれ。諦めんなー。反転からスーパー系はなしだろ。なーんとかなったー。どうしよう、本当にこっちにターン渡してくれないな。誇張なしでシリーズ最強ある。いや、全然ある。突破できない。少年勝負、そう、滑ったー。ねえ、このリンゴなくなったらマホロアの目がなくなるって。おい、普通に私ら食らってるけど、これマホロアの自我じゃねえだろうな。ねえ、きついよ。私たちの送り出したマホロアはどうなってるの？多分別次元でって信じたいんだが。やりきって結末見るし、一体、トマト一つの腰はなかなか勝ち筋ありけりでは、もうめちゃくちゃなのんで、食べるかな。食べた方がいい、最後の。まだ向こうの体力結構あるけど、正念場だろ。緊急回避だぜ。もやーだー。乗り越えたー。もうマコロアいないとか、それだけはないでくれ。頼むから、あの旅が嘘だったってのはなしでー。説明文的にカービィに後処理一任した的な解釈なのかな。曲？マコロア喋ってね。マジ、組織に悪いなこれー。もういいからなんとかー。押し切れー。頼む。
あれ？おいおい。なんか違う。マフォロワーはどこ？ああ。クリア。クリア。完走した完走。んと。マホロアの、話でしたね。あ、もうここに元気そうにいるからいいや。ほんとだ、これでいいか。難易度非常にやりごたえあった。ちょっとシリーズ通して投稿ペース遅くて申し訳なかった。他のものと並行してたからってのもあるけど、次からはもう少し手軽にサクサク行きたいところ。でもいつもコメントと高評価と再生がいっぱいで嬉しい。ありがとうよ。ありがとうございます。これにて完全クリアだな。よし、まっついた。おお、栄光の虹ファイル。やった甲斐があるぜ。これ曲なんだ。私、マホロア囲んでもうどこにも行かないようにしたい。やめようよ。他のシリーズもよろしくね。またすぐ何か始まるよ。